レイユニオン、レイユニオン、リーユニオンは、フランス共和国の海外県並びに、海外地域県、レジオンである。マダガスカル島東方のインド洋上に位置する。面積 2512km、人口約84万6000人、2010年、推定。コーヒーの原種の一つブルボン種の原産地。県とは、3度2。レイユニオン島は、 マダガスカル島から8 0 0トル東、モーリシャスから1 7 5キロメートル西の洋上に一致している、統計55度30分、南位21度、東西6 0トル、南北5 5トル、面積2512平方キロメートル、ほぼ神奈川県の面積の大きな火山島。島のほぼ中央には、火山活動のない標高3 0 6 9ルの、 ピトンデネージュ、山が、また島の南東部には、火山活動のある標高2631メートルのピトンドゥラフルネーズ、山がある。ピトンドゥラフルネーズは、活発に噴火を繰り返す火山であり、2018年4月にも、噴火が発生している。このためレイユニオンには、火山学者の在住者が多く、日本の地震学者、秋慶一も、現地の観測所で研究を行っていた。 山岳地政のため、海岸部で暮らしている住民が多いものの、建国内や高原にも、町や村が点在している。火山とタウ、気象の孔を、山椒が形成する独特の自然美は2010年に、デユニオン島の先方軍、建国軍及び、絶壁軍の名で、世界遺産に登録されている。特に、ピトンデネージュに刻まれた三つの建国、マファと、 さらじ、にシラオスに展開する、戦方群や弾劾と削り残された高原との対比、タウによる独特の植生と弾劾を流れ落ちる多数の滝が、境自然遺産にふさわしい得意な景観を作り出している。絶海の孤島にして、広報という地勢は、時として過酷な集中豪雨をもたらす。内陸のシラオスでは、 1952年3月15日から16日にかけて24時間あたりの雨量1870ミ、mm、リメートル世界記録を観測している。また、1964年2月28日から翌29日にかけてベルーブで観測された豪雨は9時間あたり1087ミ、mm、リメートル12時間1340ミ、mm、リメートルあたり雨量の世界記録となっている。 詳細は、雨量の項を参照。フランス内地の県と同様に県会の議長が行政府の長となる。主要作物は、砂糖キビで砂糖が主要輸出品。他には、ラム酒、キャッサバ、バニラなどである。近年になって1940年代に失われたと言われていたコーヒーのプルボンポアンというネの野生化した苗が発見され。 フランス政府とレユニオン県庁の協力のもとに2006年再生に成功、翌年以降、少数が栽培されている。アラビカ種由来で、他のコーヒー豆に比べて細くて、小さく、硬いのが特徴。詳細は、川島吉明港を参照。フランス本土はじめ、観光産業にも力が入れられている。高低差や変化に富んだ地形を利用した。 トレイルランニングの大会、グランレード、10月には、世界各地から例年6000人程度が参加し、希望者を断るほどの人気がある。一人当たり GDP は、約26000ドル、2013年と高いが、失業率は30%、若者の60%、2014年、貧困層が、人口の42%、2010年という問題を抱える。 レイユニオンでは黒人と白人の根血に限らず様々な民族の根血をクレオルと呼んでいる。人口の上ではこのクレオルが多数派で64%を占め、次いで陰境が28%、その他が少数派のヨーロッパ人や歌人などとなっている。経済的には豊かな陰境や欧州人と貧しいクレオルとが対立する構図となっており、 その経済格差は1991年に深刻な暴動を発生させる要因一つとなった。言葉は公用語がフランス語だが一般的にはフランス語を母体にしたレユニオンクレオル語を話す。宗教はカトリックが大多数の89%を占める。その他はインドより伝来のイスラム教、ほとんどがグジャラート州からの移民やヒンドゥー教などとなっている。 表玄関はローラン・ギャロス空港、旧名サンド・ニジロ空港。ローラン・ギャロスはレユニオン出身の飛行家でテニスの国際大会である全仏オープンが開催される会場にも彼の名が観査ていることで知られる。マダガスカルとバンコク間を飛ぶマダガスカル航空便はここを経由する。2011年4月からはエル・オーストラルが レユニオンとバンコク間の直行便を週2便就航させていい。2009年に全長 70km のトラム式系鉄道トラムイコールトレンドラレユニオンの建設計画が発表され、2014年完成が予定されていたが、2010年3月の選挙において推進派だったポール・エルジェス、レユニオン共産党が敗北したため一旦中止されている。住民の多くは、 トラム計画を支持していたが、ベルジェス家が市場養殖につかせて、政治的支配を固めていたことに反発して、風が吹いたと言われている。遅くとも12世紀には、アラブ商人によって、島の存在が知られていた。アジアやアフリカの船乗りも立ち寄ったと推測される。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。